Thank you.
言い訳をつけたもんなんですよ。だからもう僕この大会出てもいいやろっていや、それは多分 NG やろ。いや、出ていいでしょ。あなたこのみんな、みんな絶対出ていいって言うはずですよ。まあね、わかる。気持ちはとてもよくわかります。まあでもさあ、まあ実況の方やっていきましょうか。これはマス 2-on-2 でマサトさんとマサトさんとカズエさん、多分カズエさんですね。SA は何でしたっけ、これハンマーですね。で、マサトダントリーの方はって言ってる間に、ま、勝ってますね、マサトさん。まあダントリー15はな、これ8-2。まあそこまでは知らんけど、ダイヤはよくわからない。このゲームのダイヤはでもなんか台形振りまくってゲージ溜まって、まあ、ダブロで台形だけでいきたいですね。ですね。で飛んだらくぐってコーク、そうそうそう、イカ略って感じ。さあ終わった。ヒューゴ2人ダントリーに対してヒューゴ2人。これ何罰ゲームですか。いいかな。いや、まあワンチャンあるでしょ。何か通る。こかしたら勝てる。本当にマキーというか多分暴発。いいよ。あ、ダメ。いいですね。お前ブロー大パン。さあ体力リードはヒューゴだけど、これは厳しいですね。さあ SA はヒューゴはギガス、もちろんナットリーはコークですね。さあゲージが溜まる、ワンチャンゲージが溜まる。いいハム。おら一本選手ですね。いいですね、今の。そうですね、強気ですね。台形の入れ込みに、はいはいはい、こんな感じですね。よかったですね。一本選手は男さんのヒューゴですね。さあ2ラウンド目です。さあゲージがなくなってしまいましたが、まあギガすぐ溜まりますからね。まあそう、はいはいはい。いいですね。そうですね、ここで1人ダントリー1人倒してほしいところですね。ですね、これは殺しておきたい。はい、ダイバーン、ダイバーン、ジャンプダイキックが。しかもこれは飛び込む時はなんか早出しジャンプダイバーンのが一番いいみたいです。そうですね、そんな気はしますね。ダントリー側は早出しで強気。いや、あれは強気じゃないですよ。あれはやって当たり前でしょ。歩きだと、これ鉄板ですよね。そうですね。いいですね、ヒューゴーがいいですよ。上手ですね。確かダットリーのジャンプ止めるのに弱モンラリは結構グランドダメっぽいですよね。おー、まあ、見せておく感じで。あと1回。さあここを取って、あー惜しい。惜しかったですね。惜しかったですね。さあ1本取り返しました。さあ両者ゲージがマックス。こうなったらちょっとダットリーが、はい、開幕美味しかったですけども、ダッキングはダッキングアッパーが当たらないです。あー、こうなった
からちょっとやっぱりさあ大打球からこう決めてなるほど、あれあ、いけますか、入る、あ、ちょっと欲張りましたね。いや、違うでしょ、多分気がするじゃないですか、ですかね。あそこは、あ、そうですね。いや、ファームコンボ入るのかなと思って、その後、ギガスと打撃の2択をするのかなと思ったんですけど、そうやってる暇ないですよね。ギガス決めれるところでは決めた方がいいですよね。これはうまい、はい、うまい、いいですね、今の。これはまだ死にませんね。でも、体力はほぼほぼ。さあ、置き攻め、惜しい。でも、ジャンプで逃げてましたね。おっと、あ、怖え。いい強ぎ、いい強ぎ。決まりましたね。いい試合でしたね。そうですね、まあでも鉄板通りな感じですね。ザットリーグの勝利というのは、まあこうなるよなって感じでしたね。まあそうよなですよね。勝ったのはマサトチーム。そうですね。坂本山本佐久高さんのダドダドチームですね、はいはいはい。まあでもこの出てね12年経つゲームでこんだけ集まるのは喜ばしいことですね。ああ、そうですね。16名ですね。はい、では、ワンピー側がラットリーチームですね。ラットリーチームで、ツーピー側が坂本山本チームです。スモーンさんのこの厳選な2on2のチームの組み合わせ、これネタですよね。いや、僕前回あんまり知らないんですよ。あ、そうですか。 2回ぐらいもう参加してないですからね。そうですね、それは来てませんでした。久々に来てますからね。ちょっと女の子とサードするのに、いや、もうちょっとそういうのやめとけなみたいな、なって感じ。さあ、やっていきましょう、はい。さあ、先からよく見るだろうね。大事大事。さあ、モンドさんですかね、これは。モンドさんとザワさん、ザワさんはダントリーですね。ディープ強気ショート、ヘリヘリしゃがみくらいでしたね。そうですね。おー、いいですよ。投げ、さあ、ガメ足投げ返す。裏回りしない方がいいですよね。ああいうのにね、あの大盤にあのショートとか仕込めるようになると強いんですけどね。なるほどね。確か勝利を仕込むような感じで、はい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 、一流はみんなやっていると思うんですけど、ダート、そうですね、あのショート仕込みは強いですね。そうですね、もうでもなんかもうほとんど入れ込みでも強いんでね。もう入れといていいんちゃうかとか俺は思いますけどね。前中継ショートとかも強いですよね。そうですね。国人さんも入れ込んでますね。そうです。前中継やってジャックショート、これは取っている。安いって。国人さんはあれ確認してるんじゃないのかですかね。いや、そうだよ、あのレベルになると確認してるような気がするけど、あの前中継ショートですよ。前中継やってるショートだよ。ガードされ確認ですか。あ、まあブローラボ確認、あー、やってそうな気がするんだけどな、あのレベルになると。ですね。でも結構コーク出てますよ、国人さん。あー、まあ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 、そういうのはね、そういうのはちょっと、あそんなこと言ってる間にコンボミス。あそこはダッキングアッパーで置き攻め継続で良かったんじゃないですかね。基本的に中央はもうダッキングアッパーで、ダッキングアッパーで密着で置き攻めしてった方がプレッシャーにはなると思うんですけど、画面足に届くときはジェッパーって感じですかね。そうですね。なるほどね。寄せたいときはジェッパー。はいはいはい。おお、何が見えた。何が見えたんでしょう。さあ、投げが通っている。あ、いいですね。カリパン、対空カリパン、できるのは黒人だけってどこで聞きましたね。そうですね、あの人は実況やりながら喋ってますからね。ようやるわとか思ってありますね。おい、黒人さん大好きなんで、ディスってないんでね。大好きなんでと言ったらいい大会投げが決まる。今のさっきの何気なくうまかったですね。そうですね。 DX 竜巻ね。そうですね。まあ、勝ったのはモンド剣です。おめでとうございます。モンドさん結構なんか電波受信してなんか素晴らしい技選択してなんか当たって、しかもちゃんと追撃入れてますよね。センスですかね。まあ独自の戦い方なんでいいんじゃないですかね。いいですね。あれいや、すごいなと思ってね、うん、俺にはできないんで。セオリー通りの動きでセオリー通り負けちゃうんでね。そうですね。まあ、ああいうの必要ですね。だって対空かかと陣内とかありますからね。そうですね。さあ、あと高さん9、高さん9、高さんの9ですね。ダットリではなく9。
そうですよね、確かにやっちゃんの言う通り、ね、キャラ弱なってるよな。思いっきり壊れてますけど大丈夫かなあれ。あの小足小判小足届かないですよ、急には。そうだね、2発で化学リセント、ね、しゃがねえとは届くんやけどね、しゃがみぐらいだと。立ちくらいの横幅がなぜかむちゃくちゃ薄いんですよね。そうね、ユリアンもそうやし ね、 ですね、確かフォアコパー弱勝利とか実は入らないんです。そう面白いですよね。さあエクサードね、押しつけてダットリージャー無理やからって言ってたのに、その Q の方がよっぽどしんどそうなんやけど。ニュートラル投げでフィニッシュ、一本選手はモンド剣。さあこれ9点、身内が励ましてますけど。どう考えても9無理やろこれ。この組み合わせ、あ、うまい、やばいっすよね、だいぶやばいっすよね。そうだ、あれダメでしょ。なんかおしゃれな昇竜拳をやってますけど、ニュートラル投げ大丈夫かな。陣内、あ、ボラなくて陣内入るから。あーでもどうなんですかね、キューの方は。あれ強いっすよね。そうです、サガネハイパンムカつきますよね。あ、上ですよ。さあ中盤でいいな、決めてセットプレイは裏ブロって投げ まだ生きてる、まだ生きてるよ、生きてる、生きるよ。なんか何もないんじゃないのこれ。あ、なんかあった。なんかありそう、あるね、ありそうですよ。高田さんなんかある、このダットリーじゃないの。さあ、あっ、あー、中足確定。あ、中足確定、あー、そうか、飛んでるから確定するはず。あの、連突も確定しますよね。もう、あの条件だ、無理やろうから、もう中足連打でよかったですね。あ、多分、確定るはずですわ。もったいなかったですね。もったいなかったですね。あそこら辺でちょっとサブのはいはい、サブキャラでしたねっていうところが出てしまいましたね。なんかありそうで何もなかったっていう、その悲しい結末。8角逃したら負け角が来るですね。まあサブキャラはまあ使うのは悪くないですけどもね。まあそうですね、まあ、使うからにはちょっと勝ち筋をね、まあ、ちゃんと考えた方がいいですよね。さあ優勝候補の L 軍チームですね。そうですね、 L チームとなるほど、まあコート。さあこれはモンド剣、モンドさんですね。あ、さっきの坂本剣なんですかね。え、ついさっきの赤い剣、坂本さんか。多分さっきの坂本さんですね、色一緒だったんで。ああ、まあ、うまかったですね、うん。さあこれは青木地さんの誠本キャラできましたね。前回覇者です。そうです、前回覇者です。露骨な唐草、露骨な風呂、立ち合いけ。さあこれは剣有利ですよね。そうですね、ちょっと剣切り、やっててやっぱり嫌ですね剣は。そうですね、団員戦見てる限りだと松剣さんのって言ってる間に終わりましたね。松剣さんの幕の対策めちゃくちゃうまいですよ。そうですね、あ、終わってない、あ、おー、うまい。はい、はい、ぬるいけど、まあまあ、勝ったんだよ。ダブルアップやけど、まあいいかな。下げでもおしゃれに決めて、一本選手は青木島誠。はい、さあ、2ラウンド目、いいですよ。あ、ゲームが終わりそうやった。これは自分から亀足、どこのミモラだよ。こうなる、これでダブルフケ、はいはいはい、終わって、あ、違うんだ、イタチコンか、イタチコン決めて、でもこれ終わりますよ、ね、終わった、はい、え、ぬるい。これもう一回ワンセット。では通ればありますね、まだ EX 剣勝ったのは青生地の誠。あそこでね、もうオートレントね、はい、重ねないとね、やっぱり。ああ、そうですね。そうですね、もうビビったらダメですね。うん、あ、もうゼロドットなんやから。失うものなんてないから、もう密着で、いや、読み合おうよみたいな、気が痛くなるような読み合いをやろうよみたいな。そういうのをやっていた方がいいと思いますけど、ね、はいはいはい、そうですね、的には恐れたらダメですね。そうですね、まあ、通ったら勝てるかもしれませんからね。さあ、エル君、第2回覇者ですね。結構僕の誠でやったけど、はいはい、僕がやってた頃の。い
いよ。さあここはちょっとやっぱりヘル君を応援したいところですね、はい、まあ先方と最終ですので、そうですね、そうですね、これヘル君負けちゃうと終わりですからね、頑張ってほしいところ、やっぱり対象は対象になってほしいですからね、ですね。リクサードいいですよ、中足強気出し投げ、出し投げいいですね。日本選手はエルケン、さあ2ラウンド目、誠は選手を選んでますね。ニュータロ投げ、ニュータロ投げは決まらない。おっとこれは大丈夫じゃないかな、うまいよ、はい、これはうまいですね、うまいですね、知りましたか、まだあと1回、あと1ドットキープ、そうそう、これ強いですよね、削りリープはね、投げにかけて下振りはダメで、バックステもダメで、そうですね、まあ安定っちゃ安定ですね、でも前ブロされたら終了するっていう、まあまあ体力的にはまあ大丈夫だと思います、そうですね、はい、1回通すのはダメ、全然 OK ですね、はい、さあこれで年望んだ結果の対象戦でした。 F 剣大好き対 L 剣、さあこれは FK 君勝ってほしいところですけども、あーどうですかね、どうですか、剣豪機どうなんですかこれ、剣有利なんとも言い難いですよね、ドッティどこ、ドッティドットさんちょっといろいろ忙しいんで今日は来てないですね、大丈夫ですか、それぐらいじゃないかなですかね、結構負けてるのは見ますよね、剣が豪機に、ただ、しゃがみで中大事になくなって半分くらい飛びますから、そうですね、あれはちょっと、あーっと、人雷返して、減りますね、生人雷、フラマリ、投げしっかり弱小流でゲージも回収、一本選手はエルケン、さあ、2ラウンド目ですね、両者ゲージないですね、そうですね、これさあ、動きしっかりゲージ貯めて、自分が、痛い、しゃがみくらい、キャッキー逃げる、で、自分が画面足いっちゃダメこれはまずくない、いや、ちょっとですね、ゲージもないんでこれ負けパターンですよね、あー、落ちた、あっけない、あー、上手ですね、やっぱりエル君強いですね、勝ったのはエルケン、エルモンドチームの勝利ですね、あれも出たらやっぱダメですって、あれも出ていいやつは僕出ていいってまあまあまあじゃあ俺試合なんでお願いします。